今日はね、グリーン津田ボクシングジムに来させていただきました。あ、もう撮ってるんですか？もう撮ってます。あ、これ林田愛津です。はい、ようこそ、いらっしゃいます。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。今日はもう大親友のトレーナーの山本拓也。はい、よろしくお願いします、ね、トレーナーの山本拓也。ね、パーソナルを受けて、で、ボクサーサイズをね、はい、で、先輩が、お名前が岡橋です。前も、多分3回ぐらい聞いてたんで、ね、もう41歳でちょっと脳みそが悪くなってるから、ね、で、今日はパーソナルトレーニングとして筋力トレーニングをして縄跳び等もして、はい、で、ミット打ちをするっていうね。ボクシングのトレーニングもできるということで、うん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 、なんで筋トレだけじゃなくてボクシングもしながら脂肪燃焼で、脂肪燃焼していく、体を強くするということで、うんうん、はい、素晴らしい。よろしくお願いします。ちなみに、あの、世の中のマッチョ好きの女性のためにちょっと一瞬脱いでもらっていいですか？来た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 っつってね。おー、すごいな。パイセンもすごいんですか？やっぱりすごいですよ。バキバキです。バキバキ先輩すごいな。絞れてます。どっちもすごいな。林田さんの僕一般男性よりちょっとあの締まってるぐらいちゃいます。一般的にはいいと思います。これ恥ずかしいな。ということでね、ちょっと林田合図で、はい、林田目線でやりつつも、はい、ちょっと筋力トレーニングの時はね、撮ってもらったりとかしながらね、はい、ちょっといろいろ解説していただきたいと思いますんで。で、一応まあこのグリーン津田ボクシングジムさんはプロ専門のボクシングジムですから、夕方の17時ぐらいまででしたっけ？そうですね、17時頃ぐらい で18時はもう完全撤収して、もうプロ専門ですね、はい、ですから17時から16時ぐらいまでは僕みたいなそのトレーニングをしたいっていう人も受け入れてくれてるっていう、いうのが実は今月ぐらいからスタートしたんですよね。そうですね、はい、で今絶賛、トレーニングしてほしい人募集中っていうことですね。一般会員さん大募集しております、ね。こちらの真摯なお二人が、ね、はい、対応していただきますからね、ちょっと、はい、やりたいと思います。じゃあ早速スタート。最初縄跳びです。はい、一応ですね、今日のためにまあロッキーシリーズのね、ワンツースリーぐらいをちょっともう一回見直したんですけど。あ、お見てきたんですか。すごいですね、さすがロッキーがイメージが似てますね、もうね。そうですね、モチベーションも上がってるし、はい、アポロがいますから。アポロが分かるから。アポロ分かんないな。世代が違う。わかりますか、アポロ。いや、わかんないです。はい、アポロ13とかしかわかんないですね。1ラウンド3分を飛びっぱなしで、1ラウンド3分を飛びっぱなしで、はい、3分。次のゴングでいきましょうか。ちょっと顔が不安にね。で、途中まあ引っかかったりとかで、休憩も挟みながらで、とにかく3分、はい、3分を飛ぶの、はい、次のゴングでスタート。ゴングが鳴るのもまたいいですよね。はい、ちょっと緊張がね。はい、行きましょう、行きましょう。いいですね。で、鏡見ながらバランス意識してください。グラグラならないように、まっすぐ。はい、多分30秒ぐらいですね。ちょっと駆け足跳びとかも入れつつ、駆け足跳び、ちょっと休憩しながら見といてください。ちょっといわゆるこうちょっとボクサーっぽく。走りながら取るんだ。そこが
先足止めですか。3ラウンドをしかも、まあ、インターバルも休まず、まあ、ぶっ通しで3ラウンドって感じですかね。10分ぐらいですかね。はい、大体10分ぐらい、はい、終わったら帰りたくなるな。まあでもね、はい、まだまだ始まったばかりだ。まだロッキーはこんなことじゃないですか。どうですか。じゃあ次は体幹トレーニングですね。はい、はい、まあ、ボクシングの方でそうですけど、まあ、全ての筋トレ、トレーニングにおいて体幹すごい大事なので、はい、まずは体幹から、はい、まずは一発目、プランクちょっとやってみます。はい、この形でガチッと固めます。安定感が大事ですね。安定感、はい、グラグラしないようにお腹とお尻にグッと力を入れて1分キープしてください。はい、それじゃあ行きます。よー、スタート。プランクね。そう、プランク。プランクは英語で板という意味ですね。板です。板。もうちょっとだけお尻下げます。まっすぐ、そう、ね、オッケー。うん、やってますよ、林田さん。すごいね。これは負けんね。オッケー。終了。伊勢丹終了。はい。レオンちゃんがだからトレーナーは疲れよ。パーソナルトレーナー自体ですか。は、もう3年ぐらいですかね。はい。もともとは体育の先生。はい、中学校の体育教師でした。独立して、今まで3年ぐらい。はい。よし、じゃあもう一度できます。はい。いや、ちょっとレベルアップで話そらしたいけど、レベルアップしませんでした。はい、いきます。よーい、スタート。まずは基本姿勢から、はい、右足上げます。ちょっと軽めでいい。ちょっと軽めで、さあ、さあ、よし、下ろします。そのままそのままそのままキープ、基本的キープ。はい、左上げましょう。さあ、さあ、さあ、はい、下ろしてラスト10秒。頑張って、ロッキーになるんでしょ。ロッキー。はい、オッケー、オッケー。もうすでに汗だくですね。やばいね。素晴らしい。いや、お疲れ様でした。あ、いやいやいや、まだ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 。始まったばっかりですよ。なんかオスタンナーってね、こうやっていい汗かくことってないから。ないですか。だから、やっぱ大事だよ。はい。本当に。あ、でも、日常でね、絶対に汗かく時間で作った方がいいですね。うん、はい、ルーティーンとして作る。運動したい。運動する時間っていうのは、ちゃんと確保した方がいい。寝た目もちゃうしね、寝た時。睡眠の質も良くなります。いいですね。はい、ではではでは、次は、はい、V 字バランスでキープします。で、いけるところまではしっかり膝を伸ばしてキープしてください。はい、かかとを絶対に床につかないように頑張ります。はい、行きましょう。パイセン、ちなみに、はい、パイセンはトレーナーはいつから。トレーナーは4年ぐらい前からですかね。プロになる前からずっと教えてましたね、子供とか大人とか。うーん、若いのか来てるんですよね。それはね、また違う人です。
僕はこの辺に住んでます。はい、人と間違えるんですけど、和歌山から来てる人は今ね注目されてる選手ですね、進藤剛さん。先輩はじゃあどういうきっかけでこのジムに入ったんですか？そうですね、いくつか見に行ったんですけども、ここのジムが一番死にそうな顔してトレーニングしてたんですよ。それを見て、あ、そんな顔して、あ、そんな顔して、もうみんなそんな顔して、ね、トレーニングしとったんで、あ、ここのジムがいいなと思って。あ、僕で勝手にやめた。違う、まだはい、ラスト10秒。かかとも絶対つかない。3、2、1、はい、OK。 だからね、このチャンネルでね、はい、結構体張ってるよ。いや、素晴らしい。バイクの時も体張ってるんですか？バイクにとっては骨折したから撮影中ですか？そう、あのモトクロスというかね、はい、エンデューロコース、また皆さん見てください、はい、エンデューロシリーズ、エンデューロね、過酷な崖から落ちて骨折しました、はい、じゃあ今日は、はい、岡橋さんのパンチで骨折してもらいました。お母さんは、はい、今体重何キロぐらいですか？まあ多分62ぐらいと思います。62か3か。この身長者多い方だよね。だからやっぱり筋肉量が多いからしっかりしてるかもしれないですね。体脂肪率ってどれぐらいですか？この前測ったら 9% ほどでした。 10%？ じゃあもう体脂肪率、僕今12ぐらいです、ね、はい、これでも少ないね。僕の体脂肪率何パーセント？はい、林田先輩の体脂肪率は 24.3% です。 24%。 はい、ちょい肥満でーす、ね、あかんあかん、やろうぜやろうぜ、はい、やろうぜ。じゃあ次は下半身トレーニング。下半身トレーニング、よし、まずは普通に、はい、自重のスクワットで、このベンチに腰掛けるようなイメージでお尻をグッとつけて、こんな感じですね。お尻がベンチにちょこんってついたらギュッて上がります。はい、これを30回、30回ね、いきましょう。斜め見ながらよ、はい、いきます、せーの、はい、6、あ、いい顔してます。7、8、はい、ラスト30、はい、 OK。 大丈夫よ。次は、はい、ちょっとブルガリアの方に旅行行ってもらおうかな。ブルガリア、はい、ブルガリア作ったね、これね、きついよね。そうですね、片足前に出して後ろベンチに乗っけた状態で、これも一緒、バランス意識してください。グラグラしないようにまっすぐキープして、深く後ろの膝が床につくかつかないかぐらいまで、でグッと上げます。2、3、はい、前の足のお尻、太ももの力で上がります。グッと、はい、いきましょう。片足20回ずついきます。20回ね。すでにグラグラしてる。オッケーよ。始まらないから。1、はい、2、はい、3、はい。はい、上半身まっすぐ。はい、1からいきましょう。ちょっと。もう一歩前出しましょうかな。もう一歩前出しましょう。難しいね、これ。これバランスね。はい、いきまーす。はい、膝はつかない、つくギリギリまで、そうそれせ、そう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 。あと10回、はい、2、はい、3、はい、あっさっ、深く、し、ラスト20、 OK。 これはちょっとよ、じゃしんどいよ。ちょっと休憩して逆足いきます。さあ、行きましょう。1、はい、2、はい、3、強く。はい、はい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 。7、はい、8、倒れたら1からですからね。9、はい、ラスト。20、はい、OK。 そんなグリーンスがボクシングジムの、はい、トレーニング部門ではね、今女性トレーナーさんをね、募集してるという。はい、だから今、男性トレーナーはお二人、はい、ね、で、女性トレーナーも現在募集中です。募集中です、はい、もちろん、格闘経験があればいいけど、まあ、なくても、なくても、はい、まあ、ボクシングを教えるっていうのを、まあ、一番勉強したいと、はい、
ほんまに子供とか奥様を対象にすることが多いですかね。そうですね、まあ、でも年齢層は結構様々来られてて、うん、まあ、でも本当に体を動かすのが好きで、うん、明るい方やったらそういうことですよね、はい、だからもともとヨガとか加圧トレーナーしてたとかでも OK、まあ、もちろん経験者でも OK ですし、うん、未経験でも本当に明るい方でみんなに元気を与えられる方が、うんうんうん、そうですね、はい、嬉しいです。ここのジムはね、やっぱ小学生とかね、中学生も結構入ったりしてますよね。そうですね、教えるのが好きで、明るい方、大募集、大募集、はい、よろしくお願いします。よっしゃ。グリーンズがボクシングジムはね、僕が思うんですね、結構イケメンが多いなと、ボクサーの方ね、先輩もイケメン、はい、からママさんとかね、なんかよかったらぜひ、ね、そうですね、イケメンボクサーにね、トレーニングしてもらっていいかもしれない。はい、トライダーも先輩やしで一番の男前言われてましたからね。お、対戦ですか。はい、誰から言われたんですか。あのコロッケのおばちゃんに言われたんですか。いや、あの美容室の美容室の店長に言われてます。女の子に言われたらしい。オッケー、じゃあ30キロ、はい、はい、今日は30キロでいきます。重さとしては軽いので綺麗なフォームで、これはではスクワットですね。はい、わかりました。回数頑張りましょう。回数20回20、はい、まず担いだら後ろを下がってください。はい、で足幅決めます。はい、で腰反りすぎないように気をつけてください。はい、でいきましょう。1、下ろせる限界まで深く行きます。2、えい、3、9、偉そう、20、OK。 ちなみに山本さんは、はい、守りの重さですか、重さですか。僕、140と140キロ、はい、やります。危なくない？ちゃんと補助も入れて、ちゃんと補助サポートをする人がいて、はい、一人でやったら、まあまあ危ないです、まあ、僕とかでもそうですけど、はい、この特殊もね、はい、鍛えることでスーツが似合ったりとかね。そうです、ね、あ、そうですね、ね、うん、スタイルが良くなる、ボディライン良くなるのと、うん、あと、まあ、下半身のお尻とか太ももって、うん、体の中でも大きい筋肉なんで、うん、そこをしっかりと鍛えて動かすことで代謝も上がるし、代謝も上がるし、痩せやすい体作りで、うん、はい、女性も男性もやる、もう皆さん、ね、やったほうがいい。なるほど、もう一度いきましょう。はい、はい、1、浅い、2、深く座る、はい、はい、3、はい、しっかり顔取ってあげてくださいね。プレデターなくて、最高、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、ラスト20、はい、オッケー、ゆっくり、はい、起きます。オッケー、はいよ。今のお気持ちをどうぞ。まだ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 アポロありがとう。まだまだまだっすよ、ね、そんな方に負けない僕は。まだまだです。まだインタビューするほどでもない。そう、はい、オッケー、よし、はい、レトリフト、はい、レトリフトね、僕ね、あんま好きじゃないんですよね。軽め、軽めなんで、レトリフトね、ほんまね、握ってもらって背筋伸ばしてギュッとお尻締めるまで、だいたい、まあ、すねのあたりぐらいまで下ろしたらギュッと持ち上げる。お尻の穴を締めるぐらいなんで、そうそうそう、ギュッ、ギュッと、よっ、いきましょう、はい、ハイウエスト、ハイウエストで、ハイウエストのやつだ、ね、この辺の位置持ちやすいところで大丈夫です。で、そう、足もぐっと踏ん張りやすい幅で、はい、そう、すねぐらいまで下ろして、まあ、つけなくて大丈夫です。はい、ちょうどその靴下の切れ目ぐらいまで下ろして、そうそう、いいね、いいですよ、いいですよ、そうそう、そうそう、あ、そう、谷村新司さんみたいな、ね、こう
わかります。わかる。谷村新司知ってますよ。視聴者の皆さん分かってますかね。スバルだった人でしたっけ。そうそうそう。そのとおり。僕も体重 77.7 キロやったんですけど。はい。やったらボクサーみたいな何級ですか。77.7 キロやったら、はい、ライトヘビー級ですね。ライトヘビー級。はい。変わる。はい、大きなってる。ちょっと大きなってます。はい。大丈夫。はい。50キロで。はい。よし。頑張ってください。はい。この感じで。よし、10回いきましょう。おお。1、そう、強くね。2、強く強く強く。ガッツ !3、4、まっすぐまっすぐ。5、顔を振り向いてる。よっしゃ。4、まっすぐ強く。はい。8、あと2回。9、ラスト。はい、オッケー、ゆっくり下ろします。オッケー、次ラストセットで。はい、めっちゃ見えるから結構しんどいね。結構やってますよね。はい、ハードに。ずっといるとね、やっぱね、結構ね、息が切れるっていう。そうそうそう、全身使うんでね。よしよしよし。じゃあ、さっきよりも足幅広げて。これぐらい？いや、それでいいっすね。そんぐらい、そんぐらい、うん、はい、行きましょう。はい。うお。そう。背筋伸ばして。そう。お腹力入れて。お腹力入れてよ。そうです。そう。膝をちょっと曲がって OK。もうちょっと深く。そう。三。あ、そう。はい、OK。ゆっくり起きます。OK。オッケー、上半身終了。結構このジム来た時気になるんですけど、はい、あそこに置いてあるパーツたち、ね、パーツたち、グローブとか、はいはいはい、ゴーグどうもね、いろいろもう選手たちの。あ、そうです。へ、すごいね、はい、結構な値段するんですよ、あれ。ちなみにグローブでいくらぐらいですか。グローブで2万数千円です ね、 結構。なんであれ全部一式揃えようと思うと6万とか7万とか、ものによってはオーダーとかしたらもっともっと高いです。このプロテクター、顔のプロテクターとか結構するんですか。そうですね、します。へー。ヘッドギアが一番高いですかね。いや、グローブやったんちゃいますか。14オンスのグローブが確か3万円ぐらいいくんですよ。グローブが一番高いですかね。8オンスのグローブで大きめの14オンスのグローブ2つ揃えるんで2万と3万で5万、それだけで5万ですね。ジムに入った人はみんなそれを買って。そうですね、買ってますね。なるほど。安物もあるんですけど、やっぱりスパーリングとか実際に相手を、ね、殴るときには、うんうん、ある程度いいもので安全なものを使わないといけないので、手が差しちゃうんで、はい、お互い自分の手を押さえてる。そうです、そうです。なるほど。ちなみに僕みたいなその普通にトレーニングしたいっていう人以外でプロになりたいっていう人が こちらに来させてもらうときってどういう手続きを踏むんですか。あ、問い合わせいただいて、はい、でそこの次には会長の面談があります。あ、なるほど。元石会長の面談があって。はい、はい、そうです。なるほど。で本気で目指してる人なのかどうかとか、もちろん人間性も見られるので、はい、それで OK であれば。僕が面接したら落ちますか。年齢でアウトです。ありがとうございます。年齢のせいなんですね。人間性的にはもう申し訳ない。ありがとうございます。年齢がね、しゃあないね、はい、年齢だけ、年齢がしゃあない、はい、41になるよ、はい、あ、ちなみに年齢っていつもいくつ。確か34か35だったと思うんですよね。あれ年によってねちょっと変わるんですよ、微妙に年齢が。僕がそのプロ目指してる時は確か30、インターネット上は32歳って書いてあったんですけども、で実際プロ目指した時は34歳か5歳がもうリミット。今もしかしたらもうちょっと上がってるかもしれないですね。30でも35かな、それぐらいかなと思うんですけど。なるほど。だからどういう人が多いんですか、来る人って。ボクシングしたいっていう人ですか。いや、なんか僕の中でそのグラップラーバキみたいに、道場破りみたいなのが現れて、そこからもう皆さんに惚れ込んで門下生入ってとか、そういうストーリーがあるのかなみたいな。それあるんですか。いや、それは僕は見たことないですよ、そのパターンは。バキの見過ぎだ、バキの見過ぎだそれない。やっぱ選手に憧れてとか、そんなんで。
道場破りは今まで一回も見たことない。道場破りはないですね。出稽古はありますけども、別に破っては来ないです。ちゃんと礼儀正しく。はい、礼儀正しく。いや、ボクサーの人はみんな礼儀正しいですよ。あ、そこはびっくりしましたね。僕も初めて入ってきて、はい、見学してるだけなのに、みんな挨拶しに来てくれるんですよ。こんにちは、こんにちは。で、帰る時もお疲れ様です、失礼しますって言って。グリーンズダーは特にそうかもしれないですね。そういう礼儀作法とかめっちゃ、しっかり教えていただくんで、こちらのチームはね、グリーンズダーさんは礼儀作法、マナー、技術、マナーっていうのをしっかり、はい、体制をしっかりと教育していただいてるんで。よし、じゃあ上半身いきましょう。はい、ね、ベンチプレス、ベンチプレスね、みんな大好きベンチプレス、ね、そうですね。まあ、ベンチプレスはメインは胸なんですけど、まあ、肩とか三頭筋も腕もしっかり使うんで、はい、まあ、ポイントはしっかり胸を張って、ね、ゆっくり胸に下ろして強くグッと上げてください、はい、その時しっかりお腹に力入れて、お腹の力が抜けないようにね。お腹力入れることはポイントです、ね、すごい大事です。そのために最初のプランクがあるわけですね。なるほど。これ何キロ？これ今30キロです。30キロ。はい。そう、目線に合わせてもうちょっと下に下がりましょう。ここもいくか。オッケー。では10回いきましょう。重みが。9。ラスト。10。オッケー。戻します。オッケー。いやー。まあまあ軽々ですね、この辺はね。ちなみに自分の体重で渋谷も出た方が。あ、モテたらまあまあいいですね。はい、まずは目標はそこですね。僕が80キロぐらい、まあ、80弱ぐらい、80弱ぐらい、はい、結構ですよ、80キロって自信のなく顔ベンチプレス80上がるっていうと結構まあまあやってる人じゃないと上がんないですね。ベンチプレスって目に見えて体の変化が変わるからやっぱやってても楽しいですよ。あ、そうですね、変化が分かるとやっぱり楽しい。どうしてもベンチプレスばっかりやっちゃってる人もおるんでね。ああ、おってはるね。それは実は注意してください。なんか体のバランスすごい崩れちゃうし、こう胸の筋肉が発達するとだん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 こう前に巻き肩って言われる巻き肩って前に引っ張られるんで姿勢も悪くなるし。なるほど。はい、で見た目もねバランス悪くなっちゃう。なるほどね。OK。わかりました。これ何キロですか？40キロです。40。はい。よっしゃ。これ10回いきます。はい。素晴らしいところなんで、この筋トレだけじゃないんですよね。
ちゃんとしたメニューの中でね、はい、はい、メニューとしてボクサーサイズ、ボクサーサイズね、はい、まあ、ボクサーサイズって言ったらちょっと弱チイメージありますけど、まあ、しっかりとボクシングの動きを入れて最後の仕上げですね、仕上げの仕上げですね、はい、でこの筋トレをした後に有酸素系のトレーニングをすることで脂肪燃焼効果が高くなるので、はい、一気に一気に燃やします。ここからピザポテト振ってもすぐ大丈夫、ピザポテトは食べないでください、食べないで、はい、なるほど、はい、2枚ぐらいです、2枚ぐらいと OK、 で本当僕のジムの特にもう一個ポイントってのは、結構このキックボクシングとかボクシングジムって言うとめちゃくちゃ汗臭かったりとかするんですけど、ああそうですね、全くないですよね、ここはね、移転したばかりっていうのもあるんですけど、毎日僕らが掃除頑張ってるんで、そうです、うん、はい、こちらのジム生がちゃんと掃除してらっしゃるっていうのと、はい、風通しがいいですよね、うん、それもあると思うんです、やっぱり匂いが全然しない、でこれ女性だったら着やすいと思います、そうです、うん、特に女性ね、着ていただくんやったら清潔感大事ですよね、うん、はい、そうそう、これなんすか、あ、これは今からグローブつけてパンチしていくんで、うん、まあ、僕らやったらバンテージってあの包帯みたいなやつ巻くんですけど、まあ、まあ一般の方はまあ何でもいいですけどね、この軍手、軍手ですね、手袋をはめて、じゃあ僕もね、後でね、そこ皆さんにね、山本トレーナーに一等一をね、訓練してもらうところ、僕、林田合図でね、林田合図、ちょっとかっこいいですね、どうぞ、これつけてもらえますか、はい、鏡の前で、鏡の前でフォームチェックして、この後リング上がって実際にちょっと一等一、一等一を、はい、で、最後、スタンドバックで締めましょう、はい、パンチの基本からいきます、まず、はい、左ジャブで、手と足はセットで一緒にジャブ出します、で、こうやってジャブ、そうなんです、手を上げたからね、そう、肩のラインでまっすぐ伸ばす感じです、そうそう、はい、ジャブ、こうやってジャブ、こうやってちょっと自分ながらもこういうのやっていくわけですね、はい、そうです、そうです、じゃあ次ですね、はい、右でストレス、はい、これも手と足セットで前に出します、僕は右利きなんですけど、この向きに行きます、そうです、そうです、で足もしっかり前に出します、足の後ろに残ったままにならないように、鏡見ながら、さっき森内さんバランス大事なんで、ここには膝がならないように、顎の下ぐらい、そうです、肩の高さでいいですよ、自分の肩の高さでまっすぐ出す、さあ、さあ、だんだんこっちに倒れてきますし、なるほど、まっすぐ、それと、戻す、それと、戻す、じゃあ、今やったジャブとストレートをセットで、ワン、ツー、ワン、ツー、行くね、オッケー、ワンツー行きましょうか、はい、ワン、ツー、そうそうそう、はい、ワン、ツーって言ったらしいですね、ワン、ツー、ワン、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ラスト、ワン、ツー、ワン、オッケー、じゃあ次は僕の手に実際にパンチしていきます、いいの、いいですよ、いいですよ、いいですよ、オッケー、よっしゃ、よし、じゃあ今やったら構えて、はい、ちょっと半身の方がいいですね、ちょっと正面向きすぎるので、これ増えばいいよ、そうそうそう、かっこよくなった、強そう、オッケー、じゃあまずジャンプからいきます、じゃあ、はい、足を乗せて、ジャンプやってね、はい、ジャンプ、はい、で、戻す、ジャンプ、ジャンプ、はい、じゃあ、ジャンプ、で、そう、ジャンプ、ジャンプ、そう、さあ、さあ、さあ、オッケー、じゃあ次に行きましょう、よっしゃ、はい、止めて、はい、足の方ちょっと狭すぎます、まずこう過ぎます、はい、はい、次に、OK、 さあ、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 おー、いいね、で、僕の手を突き抜けてまっすぐガーッと伸びるようなイメージで、なるほど、そうそう、まっすぐ、そうそうそう、どんしまっすぐ、そうよっしゃ、OK、じゃあ次、ワン、ツー行きましょうか、よっしゃ、ワン、ツーね、はい、ワン、ツー、で、右を焦らないでください、しっかりジャブで一回止まって、そこからドン、ドンって、はい、OK、 おー、これはだね、はい、ワン、
そうそう。オッケー。トゥ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 ね、こうやってね、グローブがなくてもね、練習に来れるっていうことですよね。あ、そうです、レンタルあるんで、ね、レンタルしていただけますから、はい、で、まあ、ゆくゆくね、自分のグローブ欲しいってなったら買っていただいたり、なるほど、はい、はい、オッケー、グローブありでしょうか、今やったやつと一緒、ジャブ、ジャブ、ワン、ツー、いくで、頑張ってください、はい、オッケー、足を持ってる、ここからですね、どっしり、立っとる、どっしり、うん、ちょっと肩を、あ、ちょっと映ってる、映ってる、映ってる、なんか グランドセフトオートみたいな、なんか急いで戻さんでいいですよ、しっかりと打ってから、はい、突き刺すようなイメージで、はい、で、伸ばした時は前の足に体重乗せてください。なるほど、左足にドンと乗すね、左足に乗せる感じね。こうならないように。なるほど。はい。こうやったら全然こっちに力伝わってないんで。前に一緒に出てくる。前のめりね。そうそう。体全体でっていう感じですね。なるほど。バランスをキープしたまま前に出るって感じ。両半身だけがこう前に行ったりしないように。なるほど。はい。OK。はい。そう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 。しょ。しょ。しょ。OK。じゃあ次右行きます。はい。足の幅は最初の幅に戻るだけです。最初の幅に。あ、ここに閉じたり。閉じたらあかんね。そうそうそう。打ったらそう。戻る。打ったら元の位置に戻すだけ。なるほど。はい。よし。はい、右足がね、まだ後ろに残ったままになってるんで、うん、やっぱり前に一緒についてきてあげてください。なるほど。足に。一緒にね、はい、よし、そう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 、そう一緒に前に OK しなったいい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 いラスト OK、 じゃあ次ワンツーいきましょう、よっしゃ、はい、ワンツー、そうワンでしっかり止まってください、はい、ワンツー、そうそうそう、はい、ワンツー、オッケー、下がります。はい。汗かくね。そうでしょ。よいしょ。行くで。はい、行きましょう。はい。まず、手をここに戻すね、しっかりね。はい、戻して。はい。はい、オッケー。はい。じゃあ、リング上がりましょうか。いよいよ。行くよ。はい、どうぞ、ロッキーバルボアみたいな感じやね、はっきり言ったら、さよ、ね、はい、じゃあ実際ミットにパッチを打っていきましょう、いきます、止めてください、はい、はい、じゃあまずはジャンプあります、はい、ジャンプ、そう、思いっきり来てもらっていいでしょ、そうそうそう、いいね、そう、突き刺すイメージで、じゃあこうなる、そう、足の幅は常に同じ幅で、この同じ幅が大事なの、ね、山本さんのこの歩くんじゃなくて、そう、うんうんうん、こういう感じ、いつでもパンチが打てる、なるほど、はい、幅で、よいくで、そう、いやー、ちなみにこれ今ね、まだ真夏じゃないんですけど、はい、汗かいても安心ですね、これ浴室がね、男女ともにちゃんと用意されてますから、はい、ここほら見てください、はい、綺麗な状態で保てるんで、保てますからね、はい、よっしゃ、はい、お願いします、はい、じゃあ次右行きましょう、はい、構えて、はい、ストレート、そうそうそう、どうする、シュッ、そうそうそう、はい、シュッ、はい、シュッ、はい、シュッ、いつでも打てる準備で
はい、シュッ、さあさあ、シュッ、はい、行きましょう、シュッ、オッケー、じゃあ次ワンツー行きましょう、ワンツー、ワンツー、ね、ワンツーね、オッケー、構えて、はい、はい、ワンでしっかり止まって、はい、なるほど、オッケー、シュッ、はい、足も一緒に、はい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 、反対の手をしっかりガードしながら、ガードしながら、ガードを忘れず、はい、行きましょう、はい、はい、はい、オーケー、オーケー、オーケー、はい、はい、はい、すごいね、はい、はい、はい、よし、伸ばして伸ばして、前に前に前に、はい、前に、まっすぐ前に、そうそう、ラスト、はい、はい、よっしゃー、ちょっと休憩、休憩、全部織り交ぜて、もっと僕もあのステップいっぱいいろいろしながら動きをつけていくんで、余裕余裕、いいっすか、それで行くよ、はい、ね、行きましょう、じゃあ全部ミックスで、はい、お願いします、はい、いつでも受ける準備で、僕との距離は一定に保ってくださいよ、もう少し、横向いて横向いて横向いて、横向いて、そうそう、かっこよくかっこよく、そう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 、はい、じゃあ、そうそうそう、はい、そうそうそう、前前前前、そう、僕が離れないように、そして僕が逆に前に行ったらバックね、そうそうそう、下がり方弱、面白い、下がり方弱、はい、そうそうそう、はい、じゃあ、はい、待つ、OK、じゃあ、そう、はい、じゃあ、めっちゃ動けるでしょ、あ、ほんまそうですね、こんな経験はできないと思う、体験はなかなかね、リングに上がれるっていうのがなかなかない、そうですよ、パーソナルジムってね、もうどこにでもあるんで、うん、やっぱりせっかくやったらね、良さにないような形でやりたいし、なるほど、はい、筋トレだけやったらね、どうしても単調になりやすいんで、なるほど、はい、確かにそうやね、はい、筋トレ筋トレでしっかりやるんですけど、その後楽しく体も動かしてで、ボクシングもね、できたら楽しいし、普段なかなかできることないと思うんで、そうだね、はい、ほんまその通り思います、じゃあ、もう一ラウンド頑張りましょう、ごめん、ラスト、ラスト行くよ、うん、よっしゃ、お願いします、はい、行きます、よし、最終ラウンド、お願いします、ロッキー、オッケー、僕もプロレス負けますからね、はい、アポロ来いよ、アポロ、はい、よし、はい、シュッ、はい、よっしゃ、はい、
ました。オッケー。ダウン、ダウン。ダウン。スリー。名シーンですね、これ。こういうね、そういうワンシーンがあるんですね。お疲れ様でした。いや、これもう、ママさん、絶対かわいい。いやー、肥満の人とか。ほんまにあの、運動不足解消と、あとストレス解消と、めちゃめちゃいいと思います。もう、はい、めちゃめちゃいいと。そうですね。嫌いな人の顔を思い浮かべて、あー、嫌いな人。旦那さんか誰か、そんな余裕ないでしょ、思い浮かべるとか。僕はこれ男性なんですけど、女性に対してもうちょっと緩めにやってる。もちろんもちろん、その人に合わせて、なるほど、はい、無茶はしないんで。素晴らしい。はい、林田さんはまだあと10ラウンドぐらいできる。いや、はい、じゃあ今日はこれで終わります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、素晴らしいですね。気になる方がいたらね、ぜひね、問い合わせするかね、僕にね、LINE メッセージとかメールくださったので、ああ、嬉しいです。ご紹介しますので、ありがとうございます。プリンスザ・ボクシングジムでは、スポンサーを募集してらっしゃるんですね。こういうふうなオリジナルユニフォームに名前が入った特典がつくっていうね。このユニフォームっていうのは、選手の方か、スポンサーの方しか、はい、もう本当に関係者だけの T シャツになるんで、ね、はい、これをね、着て、セコンドについたりとか、試合に出たりするわけですね。スポンサーの皆さん、本当感謝ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、よろしくお願いします。よっしゃ、はい、行きましょう。さっきやったパンチをイメージしながらですね、はい、サンドロックは、距離、はい、頑張るのが大事ですし、あとは、まあ、いかに、こういう強いパンチを使うか。なので、しっかり、一番いい距離で当たるように、まあ、これが近すぎてももちろんダメですし、遠すぎても弱いから、いい距離で、自分の距離で、まあ、ジャンプから、まあ、距離的には1メーターぐらい。人それぞれですけど、リンジの中で。リンジの中でも、はい。ジャブで、行ったところに、同じところにある、相手の顔を一つは。OK。いきました。よし、まあ、いきなりこれだから、ね、ジャブか、ジャブ。ジャブか、ジャブ。ジャブか、ジャブか。そうそうそう、打ったら戻す。あ、いいね。サマになってる。いいですよ、いいです。ここだけ見たらかっこいいですね。かっこいい、かっこいい。下半身入れへんかったら。下半身入れたらありません。下半身入れましょうか。下半身入れたら。あ、でも。あ、まあ、でもいいっすよ。悪くない。ちょっと良くなった。変わりましたね。ね、打ち方。イメージしてるようにこうパンパンパンってならないでしょ。ならないね。もっとパンパンパンって言うと思ったけど。足戻しすぎる。戻した分だけ戻す。ここで、ただただ、元の位置に返すだけ。うんうん。今ずっと、サイズが右足サイズに残ったまま、左こう、こうなって、だって、前に乗せながら、前に。
今日はもう練習始まり、練習終わりということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、先輩もありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、本当に素晴らしい、練習をね、させていただきました。で、ここに書いてあるこのボクシングはスピードとタイミングの芸術だ、ね、素晴らしい、努力、礼節、感謝、ね、本当そうですね、人間の基本をね、ここで教えていただけるっていうね、うん、素晴らしい。それがスポーツのいいところですよね。そうですよね。スポーツを通して人間形成していただけるっていう、うんうんうん、そうですね、はい、本当にね、だから練習したい方も大募集ですし、はい、練習を教えたい方、今は特に女性ですね、女性トレーナーも、女性スタッフも、ね、トレーナーも大募集で、でもちろんプロを目指す方も大歓迎ですね、はい、それはちょっと狭きもんですけども、一回ちょっと、まあ、本気であれば、うん、本気であればね、はい、見に来てくださいということでね、はい、はい、今日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひお気軽に見学来てください。はい、お待ちしております。もうほんまにね、第1回目来られた時はもうもやしやったんですよ。ほんまにこんな言うたらあれですけど、はい、背が高いですからね、でガリガリやったのがもうすごいでしょ今。すごい、往年のマイク・ベルナルドかぐらいのハイウエストやな、ハイウエスト、ハイウエストワンツー、ハイウエストワンツーです。